どうも、タビアンでーす。目指せ三冠王ベースボールスター。残すところ少なくなってきました。残り4戦第12戦いきたいと思います。前回女子チームに勝利しました。今回は SNK と勝負ですね。SNK 現在5位、タブヤンズ3位。まあ順位はもうなんか見えてきた感じするけど、 A クラスね、残りたいですね。3位を死守したい。そして SNK との過去対戦1勝1敗、勝ち越しましょう。行きましょう。SNK だから SB、 ここね、アルファベットだからなんか間違いそうになる。 SNK バタリアンズとの3回戦、このまま行きましょう。さあ上昇ですね。防御率 5.19、 あぶねー鉄砲玉さん三振いけんじゃないこれ。センター突っ込め、センター突っ込め、よしギリギリ。もう下ずっと押してます。速達さん、いや綺麗に打たれたけど、ナイスキャッチ。お、まさかの、あー肩がねどうなってないか。ナイスキャッチ。守備のね能力は上がってないけど、私自身の操作が上手くなってんじゃないの。と言いつつ投げるの遅かった盗塁してきたぜ。扇風機さんはこれホームランが怖いよね。お、これもう同じ3球。おー、いい、ハマったね今扇風機さん合ってな。防御率 8.18。 右打ち、ナイスバッティング、好中。先発、女子の先発、盗塁したいな一回な、一回してみたいな。どうだ、おー、ギリギリだったね今。盗塁成功、フォーチュン、チーム初盗塁。ここはランナーを進めるバッティングしてほしいよね。ナイス、カウン、カウンの打力上げましたからね。あ、無理だねこれ、もうそれ甲虫の走力でもちょっと危ない。さあノーアウト二塁三塁、張飛前回ホームラン、初球打ち失敗か。さあ4番にもホームランが欲しい。ここはでも繋いでほしい。まあでも4割打ってますからね。さらに打力上がってるけど、いい当たりだ、当たりが良すぎて、あ、これ無理だあー、セーブ、危ないいやでも打力は、能力上がってるよね。タブヤン上げましたからね前回。カンペ、おい、遊び玉ないねアテナさん。センター返し、どうだ、落ちるか、落ちた。よし、先制やりました。6番バチョ、いったー、初球打ち決まった。これおっと、センターボールを見逃している。その間に2点タイムリー、バチョー。バチョなんか打率ランキングでも10位ぐらいにいたよね。あ、これはファースト正面、いやビッグイニング作りました。さあ SNK に1回負けてるからね、この第3戦は勝っておきたいよね。そして日本アメリカを倒しに行くんだぜ。そことは抜かれんのかよ。目
表があるからね。アメリカと日本に一矢報いるっていう。玉引っ張りさん、バントする気させないよ。あーっとやばい、これバックホーム、バックホーム、アウトでしょこれ。おい、アウトでしょ。よし、無謀な走塁したな。いやー、完全に左中間だこれ。左中間真っ二つ、これはしょうがない。 SNK やるな。どうしよう、ショート下がる、ショート下がる。あ、動いて、なんで動いてくれないの。こういうとこあるんだよね、このゲーム。途中で操作できなくなるんですよ。ここは外野の範囲でしょっていうことで、微妙なとこなんて伝わらないと思うんだけど。あ、もうピッチャー交代なんだ。勝負に出たね。2回で先発変えたの。いやー、それがまあ当たってしまった。1点差、嘘でしょ。打撃戦に持ち込むつもりだな、 SNK さん。あ、何してんの。嘘でしょ。何が起こったの今。おいおいおい、勘弁してくれよ。いやー、逆転されたのかよ。なんてことだ、守備に乱れが出ました。なぜ今投げた。まさかの4点取られました。ただ相手ピッチャー1人減ったよ。ここはもう9回まで考えて、ナイスバッティング、内ごろのボールだぜ、早玉さん。打撃戦、あ、ゲッツーか、最悪。打撃戦に持ち込みたい、はい、玉さん。なんか変化球もなさそうだよ。いやー、コーチの足どうだ。さすがに無理か、サードに取らせないと無理か。いやー、参ったな。さっきの回忘れよう。あ、扇風機さん、この角度で三球三振じゃね。ここ、よし、扇風機の逆転見つけたぜ。ブレーキさん、よし、そうだ、あまり引っ張り、よし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 。お、なんか序章のポイント見つけたな。あの、バウンドから動かずにその場で投げるっていうね。さあ、ここ2番からチャンスだよ。なんかアウトコース中心に来るよね。詰まらされた、危ない。あー、ちょっと内側に入ってるね。いや、打てない球じゃないからね。逆転されてるからね。焦らなくてもいいよ、焦らなくても。1点なら取り返せる。これ左中間真っ二つだろ。どうだ、真っ二つってほどないでもないな。あ、すごいボール返ってきた。あ、これファーストアウトになっちゃう。あー、最悪だ。どうだ、4番タブヤンの初ホームラン来たか。来ない。シーケンス、いや、ジャストミートされた。セカンド行くか、くそー、これはランナー、よし、オッケー、ゲッツー。この位置から投げるっていうね。
デフォルトポジションから。この角度。よし。これは間に合うだろう。落ち着けば。よし。ああ、疲れるぜ。5番カンペ、ハエタマさん、打てそうで、打ち崩せん。今のもね、詰まっちゃうんだよね。ちょっと一歩下がって打たないと。いいとこ投げてくんだよね。ほら。内外のね、この左右の惑わしてやるか。いいところに来たらジャストミートできるんだけどね。左右の振りですよこれ。出し入れが上手すぎるハエタマさん。いやー、落ち着きがなかったか。馬長、動かさること馬長でいこう。この位置で来た球を打つ。来ないね。若干ずらしてくるからね。これでしょう。オッケー。さあランナー貯めてこう。長方インコース来るか。ちょっと今の遠いな。そんな贅沢言ってられるものか。いやー、打たして取るタイプのピッチャーだな、ハエタマ。勝手に言ってるっていう。いや別にとか言われそうだよ。あーくそ、なぜか打てないハエタマ。よし、あの辺りまでファーストが出るんだよね。ショートで取ろうとすると抜けちゃう。あ、もうジョジョフラフラだ。もう限界ですね。よし、ナイスキャッチ、ギリギリなる。頑張れ。よし、もらった。いや、もうジョジョお疲れだね。ジョジョ交代します。あ、代打じゃない、もうバター行け。バタイも大札な切り札って感じじゃないからもう。打率1割。結果出さないと。2軍落ちですよ。2軍。2軍から誰が上がってきてほしいな。新人取るっていうのはあるんですよ、このゲームね。うん。バタイをクビにして新人取ってもいいよね。大型新人がどれくらいの値段するんだろうね、新人。くわー、次の賞、この買った賞金で新人取りたいな。もうバタイクビだね。コーチを来た。それ追いつくか。あ、もうピッチャー交代。早い早い。あと3人。8時半もう来た。8時半。これ9回まで持たないんじゃないの？ SNK さん。負けてるけどこっちが。押してるのはこっちっていうこともあるよ。8時半さん。ちょっと投げ、球数投げさせた方がいいか。さあ、こっちもみんな疲れてるんだよね、この3人ね。一席。扇風機さんだ。扇風機さん、この角度、扇風機がこの角度で3球三振だろ。当てられた。よし、ギリギリ。ブレーキさん、よし、ここのボール1個分の出し入れ間違わなければボールは飛んでいかないはずだ。玉引っ張りさんもアウトコースのここ。あ、これはハンドで取りに行くべきかってとこだよね、今んとこ。シーケンス、この辺打率低いからね。遊び玉なしでいいよ。おお、どうすんどうすんだこれ。オッケー。さあ、ゼロ更新。負けてるからちょっと焦り始めてます。
だ6回だ。あー、当たりはいいんだけどね、こんなところで負けるわけにはいかない。いやー、4番が、それではちょっと8時半、抑えの切り札だもんね。もう8時半、お、完璧きた、抜けた、あ、これギリギリ、やばいやばいやばい、どうだ、セーフ、ナイスラン、バッチョー、同点バッチョー、一打同点バッチョー、いやー、ダメかー、残り3回、焦ってきたね。出せんだけど、イタ太郎すごいな、3割でホームラン2本、これは間に合わない。あ、バントか、バントさせません。いやー、送りバントされた結果、くー、悔しい、1点勝負なのに、ここは怖いな。詰まらせろ、おー、三振、ナイス、速達さん、ここだよ、ここ、一点集中、おら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 、よし、ナイスキャッチ。さあ、ラッキーセブン行こう、下位打線か、7時半さん、そろそろ疲れてくる頃だけど、どうだ、抜けた、いや、ラッキー、俺もうあれでしょ、ダイソーでしょ、ダイソー長宝に変えてまたどっちだったっけ、馬食だよね、馬食、これ落ちるか、落ちないか、お、走れ走れ走れ、無理か、無理だ、さすが無理だな馬食君、足を生かして盗塁してほしいけどな、代打、観策、あー、完全に見切られてるあー、ダメだ、連打してたらダメだ、リードしてから、エンドラン、エンドラン、これセーフでしょ、二塁セーフ、オッケー、足が行きました、さあ空中にかかってる、フェアじゃない、これフェアじゃない、フェアじゃない、よし来たー、そして馬食の足で戻ってこれました、同点。さあ今度コーチューも足早いから、お、ピッチャー交代、来た来た来た、残り2人、ルシャナ、あ、女性なんだね、これルシャナ、初球打ち、来たー、コーチュー戻ってこい、投げられません、コーチューの足、逆転タイムリー、変わりところのね、変わったところの初球、これ打ちづらそうだな、防御率 0.6 だもんね、あ、よく打てたね、甲虫、逆転しました、そしてうちはヒート、まだホートがいるからね、いやいやいや、やめて、いやいや、これ逆転したら打球が強くなるのやめて、インコース詰まらせる、あ、三振、オッケー、扇風機さん、扇風機さんはもう空振り三振してくる、ああ、今のストライクじゃないのか、振らないね、扇風機さん、よし、どうしよっかな、アウトコース、よーし、扇風機、ブレーキさん、この角度、ヒー、ボール、
単行本と出し入れ。あーダメか、ちょっと怖い。よーし、残すは9回のみ。さあ4番タブヤン、ルシャナと真っ向勝負。4番クビかな。カンペの方がいいんじゃないって。ボール球結構投げてくるね。お、来た、カンペ、これジャストミート、惜しい、あわやホームラン。バチョー、ナイスバッティング。いや1点じゃ心もとないよね。もう1点取れる。バショク初打席かな。あ、ゲッツーか。あ、でも、あ、違うわ、チェンジか。あった、交代。チョウスケ、ピッチャー交代でしょ、ホートでしょ、で守備交代、センター長雲に変わりまして、脅威、守りの脅威。センター飛ぶかな。いや、相変わらずのコート。あ、シーケンス代打、代打構成。いや、もう全員野球だね、お互い。ショートに飛ぶね、ツーアウト。いた太郎ホームランバッター。いやー嘘でしょー、そんなのいらんよ。オッケー、危なかった、なんとか勝てました。 SNK 強かった。でも勝ち越したのはうちのチームだからね。やりました。あ、2万4000ドルしかもらえないんだ、少ないな。やっぱ相手チームの人気と自分のチームの人気だから、あれだよね、自分のチームの人気上げないと。女子チームとやった時はね、もっともらえるんだけど。クビにするタブヤンズ。ちょっと待ってね、一応見ようか。あ、その前にリーグ戦終わらせましょうかね。はい、まあ残りの4チームが戦えばいいから、女子チームはまあアメリカとやっときましょうかね。まあアメリカの順当勝ちと。4万人すごいな。で、あとは日本と、NB 忍者チームだね、やっておきましょう。まあ日本の順当11111、すごいな、ホームランめっちゃ出てるな。はい、ということでチーム、馬食、足の速さ、脅威、守り、カン、バタイね、チャンスに強いはずなんだけどね、バタイ、カンサク、カンコをクビにしますかね。クビにする、カンコ、あ、カンコはクビになった。新人を取る。いや、もう攻撃型の打者でしょ、右の。あ、これ次とか見れるの。あ、新人さん、あ、これでいいんじゃない。1万ドル契約しましょう。ポイント16ももらえんの？やった！16？ あ、16じゃない、ポイント4か、なんだ。パワー上げとこう。あ、チームのために頑張ります。
ちんちんさん、はい、名前ね決めたいと思います。あ、まあここで来ました、君主劉備玄徳。ポイントあげようか。普通、あ、もうあげれない。はい、新代打のね、劉備、チャンス来るんでしょうか。代打要員確保しました。今回はここで送りたいと思います。次回もお楽しみに。さよなら。